はい、どうも皆さんこんばんは、すべきでございます。ということで今日はこの川越の町に来ております。で今ね、俺手ぶれすごいと思うんですよ。なのでこいつをもう一度この町で試していきたいと思います。こういう観光地に来た時に、まあ、動画も撮ることはあるでしょう。で今これ手持ちでインカメラです。結構これしっかり今持ってるんですけど、両手で持とうか。まあ両手で持って歩いてるやつ変なやつですよね。まあ今も十分喋ってる変なやつなんですけど、で片手でこう簡単に持って撮ろうとするとこうなります。まあ見にくい画像になってるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、内カメラはこれ iPhone6S なんで手ぶれついてないですね。こういう感じになっちゃいますね。じゃあ次外カメラ行ってみましょうか。はい、これ外カメラで今片手持ちでございます。まあまあ外カメラは手ぶれ補正がついてるので多少マシっちゃマシですかね。こんな感じ、両手でしっかり持つとまあだいぶマシになりますね。これなら見れるかな。でもこれはちょっとね危ないよね。両手で持って手ぶれの具合しっかり見ながら歩かないといけないんで、ちょっと厳しい。じゃあ次はジンバル使ってみましょう。さあここがメインストリートみたいな感じのところなんですけど、ジンバルの使い方的には内カメラにして、手をねこれでいっぱい伸ばした状態、ワイコンは必須かもしれないですね。これで今中途半端に伸ばした状態なので、ちょっとでかいですね。これぐらい伸ばさないと、まあご家族とかで来た時にね、子供さん抱っこしながらとかでワイドコンバージョン使ってこれぐらいで撮ればすごく思い出に残る映像撮れるんじゃないでしょうか。でジンバルこれ今片手で持ってるんで、もちろん片手持ちでいけばね抱っこもできるし、なんか荷物持てるしっていう感じですね。街並みこんな感じで、ほらこういう感じでいいよね。観光地とかはね歩くときにこれやっぱりすごい役に立つと思います。これで見れる映像が撮れるときね、特に内カメはやっぱり弱いからね、手ぶれの部分で本当に見れないんで、手ぶれをグッと押さえて画面注視しながらって歩いちゃまずいですからね。今これだとほとんど画面見ずに歩いても、まあ、これぐらいで撮っていけるので、まあ、危険も少ないというようなメリットもあるんじゃないかなと思います。ただこれぐらいでも普通に今歩いてるんですけど、揺れはほとんどないはずなんですよ。腕が疲れる、今随分こうひどい持ち方してる、結構揺れてますけど、どうでしょう。これで揺れてなければまあまあいい感じに撮れますよね。超いい天気、ジンバル片手持ち、まあ、歩き方も変えてなくて普通に歩いてるだけですね。で揺れとしてはこんな感じでした。こちらジウンのスムース Q っていう三軸ジンバル、電動三軸ジンバルですね。さあどうでしょう、こんな感じ。まあ片手で向きが変わらないのであんまり画面も気にせずね、ずっと歩いていけるんで、いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとその辺をね、取り歩きながらこんな感じの映像が残せるよというのをね、お見せしたいと思います。
皆さんということでいかがだったでしょうか。ジンバル、これぐらいの大きさなんでね、本当に持ち運びにもねそんな言うほどでもないです。邪魔っちゃ邪魔ですけどね。でもポケットにね意外とねこうスポッと入るんですよ。でこここうやって止まるんでそんなにね邪魔ですけどそうポケットにも入るんでね、いい映像を残そうとしたら許せるレベルじゃないかなと私は思います。で今だいぶね安くなってきてるのでぜひぜひ皆さんもねちょっと一行してみてはいかがでしょうか。またなんかね機会があればいろんな使い方でご紹介していきたいと思います。それでは皆さん今回はこの辺で。じゃあの先日できた